それでは、こちら代表演説の方を開催させていただきます。まず冒頭、自由民主党参議院議員北川新平より、皆様にご挨拶を申し上げます。どうぞよろしくお願いいたします。南海人の皆さん、ご都合中の皆さん、大変お邪魔いたします。今司会者からお話しありましたように、真面目に大阪真っ当な大阪を取り戻そう、そういうことで今回の選挙、大阪市長選挙始まりましたが、もうほぼ中間点に達しておる、こういうことであります。私は各地域ずっと回りながら本当につくづく感じたわけでありますけれども、もう大阪は何とかしてほしい、何とかしてくれよ、各地域皆自分とこの地域の再生のために一生懸命頑張っておられる、大阪だけが何か取り残されているような気がして仕方がない、経済の状態も非常に良くない、また一戸当たりの収入も非常にどん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 下がっており、そういうような状況を何としても今のこの安倍内閣地方創生一生懸命やってる時に何としても取り戻してほしいという、そういう大阪が深い地域の声が非常に大きいです。私はそれを聞きながら政治の責任として本当にですね、まあ大阪の構造とか何とか形ばっかり言ってましたけども、もう形よりもまさしくですね、このしっかりとしたプロジェクトを作って、そしてこの大阪を実質的にですね、身のある形でこの活性化していく、そういう方向に転換をしなければいけない、そういうふうに思ってならないんです。皆さん、もうこの5月の17日の住民投票をやってるじゃないですか。住民投票をやってですね、大阪の候補はもうダメだ、だけだ、こういうことで皆さん結論出したじゃないですか。もう一度そして終わっとこうじゃないですか。そして大阪の活性化のためにね、本当に真面目に真っ当にしっかりと考えて次の大阪を作っていくということをしなければいけない、というふうに思っております。私は先月まで、国土交通省で副大臣という仕事をさせていただきました。その仕事をしながらですね、まあ大阪にはやるべきことが本当にたくさんあるなということをつくづく感じました。あの北陸新幹線の中でもね、ずっと金沢まで帰ってきましたです。と同時に金沢、富山、黒部、ここらの沿線、ずっと活性化しておるわけであります。そしてそれが今度は敦賀まで行こうという、こういう計画になってきてます。しかし敦賀から大阪までどう広がってどういうふうに行くのかという、そういう計画はまだ今具体化してない、まだ進んでないんです。この北陸新幹線が大阪へ入るのが遅れたら一体どうなるのか、これ皆さんお恐ろしいですよ。北陸というのは大体関西の経済圏であった、しかしこれが東京の経済圏に移ってしまうということになるわけですよ。ですから私はこの北陸新幹線を大事だ、何としても一日も早くですね、その計画を作ってそれを実現していかなければ、大阪にとってはまさしく死活問題になってしまうというふうに思って仕方がありません。あの皆さん、リニア大阪、リニア新幹線、あれも名古屋で一斉止めるんですよ。そして名古屋で止まって、その後大阪へ来るの18年の時っていうんですよ、皆さん。こんなことそのままほっといていいんですか。大阪の声をずっと大きくしてですね、やっぱり知事さんや市長さんや、もっとね、地方へ行って、あるいはその JR にしっかりと働きたいんですよね。名古屋で止めちゃダメだ、大阪までも止まないとダメだ、こういうことをしっかりと伝えないとですね、ほっとしダメだと私は思うんです。私はこういうことを考えた、まあ本当に考えましたら本当に大阪にはやるべきことたくさんあります。あの道路の問題もね、東京の三環状線もうほぼ完成しました。
ですから東京の首都高速なんて今もあまり渋滞ありません。しかし大阪はあの小さい環状1号線あれに耐えきっておると、その中の環状線がもう全く淀川左岸線、大和川線本当に進まない。ですからこっち環状線ができないんですね。こういうような状況をねそのままですねこの放置しておくということは大阪の経済にとってすっごいマイナスだということを皆さん方十分にご承知をいただきたいと思うんです。本当に真面目に大阪の将来考えようじゃありませんか。これからの大阪どちらかような仕事を考えたらねこれらに対する対応というものがしっかりとしてくる、こういうふうに思ってならないわけであります。11月の22日、これはまさしく大阪を変える日です。大阪を活性化していく、そのために大阪の体制を変える日だ、こういうように思います。皆さん方、知事には栗原貴子さん、もう私たちが責任持って自信を持って推薦している栗原貴子さん、そして市長には柳本明さんね、大阪市の市会議員として真面目に一生懸命やってこられた柳本明さん、この2人をですね大阪の指導者としてエースとしてどうか皆さん方選んでいただきますことを心からお願い申し上げて私のご挨拶に伺います。よろしくお願いします。ありがとうございました。ただいまは参議院議員北川一生より皆様に、お訴えかけをさせていただきました。続きまして同じく参議院議員柳本拓司よりダブル選挙にかける思いを皆様にお伝えさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。どうも皆さんこんにちは。ご紹介賜りました参議院議員の柳本拓司でございます。この南のこの地は私にとっても思い出の深いところでございます。大阪市会議員から衆議院選挙に出ましたときにこの地から南地下浪速区にかけてまた西地下の西区等が旧大阪中選挙区時代の選挙区でございまして、皆さんの力強いご支援で衆議院議員にも何度となく挑戦をさせていただき、自由民主党の大阪府連会長も参議で務めさせていただいた後に、一昨年の参議院で大阪中央区から参議院議員として当選をさせていただきました北川一生参議院議員、そして新たに大阪一区から皆さんのおかげで当選させていただいた大西博之さん、力強いご支援をいただいたおかげでございます。私柳本拓司と市長候補の柳本明は西成区三郷町の生まれでございます。北を見渡せば通天閣がそびえておりまして、そして動物園前の一番街愛林地区、まさに上方の人情のある下町で生まれ育った一族でもございます。この度の市長選挙で大阪市で生まれて育った市長候補は誰もおりません。ただ一人の市長候補が柳本明でございます。市会議員として5期務めさせていただいて、この5月の17日の住民投票の時にはオール市民の皆さんの代弁役として自民党の大阪市会議員団の幹事長としてノーのサインをいただきました。浪速区も西区も西成区もみんな残して、大阪市も残して大阪の発展を期待していこうという皆さんの熱い思いが実ったわけです。その時橋本市長は何と言いましたか。思い出してください。もう政治家はやめた、政治はやめた、大阪市長選挙には維新から候補者を立てないとまで言ったじゃないですか。それが今ではずっと政治活動を続けっぱなしで、維新のどうなるものが先月は大阪維新という政党に分派されてきたわけであります。そんな政治家の維新
理論と言葉というものが二転三転していいんですか。大阪市民並びに大阪府民は恥ずかしくないんですか。こういう状況を流して対立構想の繰り返している大阪市民の姿勢を真っ当な政治、過去に戻すんじゃないんです、正常に戻す戦いをしていこうというのが知事候補の栗原貴子さんであり、大阪市長候補の柳本明なのであります。先ほどご挨拶あった参議院議員の北川一生さんは国土交通副大臣として尽力をして皆さん方もよくご存知の方であろうと思います。その大臣をしてリニアモナカの大阪乗り入れ、同時着工乗り入れ、北陸新幹線の大阪駅の乗り入れ、こういう構想を持って国の方で頑張っているにもかかわらず、大阪市も大阪府も全然行政的に協力をしないという今の政治の状況です。これを絶対に打破しなければなりません。もはや維新の政治にはさよならいたしましょう。自由民主党、公明党、民主党や共産党の皆さんとしては維新の政治にさよならをしろうという、そういう叫びで今盛り上がっていくところでございます。11月22日の投票日には知事選挙、市長選挙に勝利できますように、皆さんのご支援を心からお願い申し上げ、ご挨拶といたします。よろしくお願い申し上げます。お願いいたします。お願い申し上げます。ありがとうございます。ありがとうございます。ただいまは参議院議員柳本拓司でございました。続きまして、こちら難波がご当地、大阪衆院第1区よりご選出をいただいております衆議院議員大西博之より皆様に御声掛けをさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。どうも皆さん、こんにちは。ただいまご紹介が止まりました大阪一区、このご当地南海難波駅、高島屋、そして南海難波通り、そして恵比寿橋通りのこの周辺、大阪一区より立候補、そして当選をさせていただいております大西博之でございます。今日は雨の中お足をお止めいただきまして本当にありがとうございます。今知事選挙、市長選挙、ダブル選挙真っ只中にあり、そして我々が候補、栗原貴子知事候補、そして柳本明大阪市長候補ともに一生懸命戦っている最中でございます。まあいろいろなことを秋田さんは言ってきます。昨日のツイッターの話もちらっと見たら、私は官邸に30分いました。柳本さんが言っても5分通っていいのでしょう。そんな話をやってるけど、そんな話じゃないじゃないですか。我々自民党、総理総裁であれ、官房長官であれ、会いに行ったらいつでも会ってくれるんですよ。それどころか普通に会える、これが同じ党内の仲間なんです。その中で他党の人がなぜ我々の自民党の幹部の名前を争えて会いに行きました、かっこええでしょう、30分でしょう、こういうことを言ってるから、この8年間で皆さん47都道府県 GDP5 番から今17番に落ちてしまったんです。 A 確保じゃないんです。中小零細小店舗の皆さんがどうやったら生きていけるんだ、この商人の大阪がどうやったら景気良くなるんだ、この素晴らしい大阪をどうすれば未来の子供たちに伝えていくことができるんだということを我々は今
知事選挙という、そして大阪市市長選挙というこの選挙で皆さんに問いかけてるんですよ。たかだか知れたことの議論をするわけじゃない、文句言うんだったら変わってみよう、こういうこともツイッターで言ってます。なんぼでも栗原貴子は文句言います、なんぼでも柳本明は文句言いますよ、間違ってるんですもん。このナンバー、この周辺も外国人の観光客たくさん来られてます。しかしながらあの人らが言ってるように、自分たちが一生懸命やって外国人を引き込んだ、こんな嘘800もよく言えたもんだと。我々政府が規制緩和してビザ緩和をしたからこそ、この大阪にたくさん海外の人がやってくるんです。しかし景気経済というのは海外の方々に移動するばかりじゃなく、その中で確固たる体力をつけるために店舗やその関連会社、仕入れ、輸出、輸入、全てにおいて体力をつけていかなきゃならないんです。今この1年間で有料な会社が200店舗以上この大阪から出てきました。それじゃ逆に東京の有料会社が大阪に来るのか、これは東京の中小企業とか企業連絡会という話がの中で出てるんですけども、大阪の評価は皆さんこんな評価なんです。気持ち悪い、今日言うたことが明日変わり、明日言うたことが明後日変わることを大阪の人たちは許すんでしょ。こんな気持ち悪いところに我々は投資しないです。そのことをはっきりと言われるんです。これのイメージ戦略的にこの大阪の損失はいかほどのことになるんでしょうね。松井さんや橋本さんが言っておった大阪府が黒字です。今8兆円規模の借金をし、大阪府でお金を借りるためには今総務省の許可いる許可団体になっている、このことも何一つ維新から説明ないじゃないですか。我々は一人一人家族、組織、会社、全て生きてるんですよ。この方々を我々を含めて未来にどうつなげていくか、景気を良くしていくかということを知事の方も栗原貴子さん、大阪市では柳本明さんに託そうじゃありませんか。皆さんどう思いますか。どうかお願いを申し上げて、私この地元の衆議院議員大西秀之の応援演説を開催していただきます。今中山康秀副会長、そして前会長の竹本直和先生もお越しになっておられます。素晴らしい、また応援演説をしていただきますので、どうぞご清聴賜りますようにお願いを申し上げまして、ご挨拶を開催していただきます。よろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。続きましては現大阪府連会長、大阪衆院第15区よりご転出をいただいております竹本直和衆議院議員より皆様にご挨拶申し上げます。どうぞよろしくお願いいたします。皆さん雨の中ご苦労様でございます。ご紹介いただきました衆議院議員の竹本直和でございます。10月ほぼいっぱい私は自民党の大阪府連会長として、現在ここにおられる柳本さん、それから知事候補の栗原さんの選考を決定した責任者であります。ですから是が非でもこの選挙にはお二人とも勝ってもらいたい。私は自民党としてですね、今の大阪をどう見てるか、過去8年間維新の人たちがやってきた政治が皆さん方大阪の本人のためになっているかどうかをまず見ましょう。実は8年前に橋本さんが大阪の知事になりました。その時大阪府民一人当たりの所得は全国で5位でした。1位は東京、ところが現在5
5位だった大阪がなんと14位まで下がっているんです。滋賀県よりも我々大阪貧しいし、富山県よりも貧しくなっているんです。なんでこんなことになったか。これはこの8年間に打つべき経済対策をしっかり打たずに、都構想というわけのわからんものに熱中しておったからだと私は思っております。特に公共事業を全部凍結いたしましたから、大阪の道路は非常に渋滞する。交通の便が悪い。そのために毎年100社を超す会社が大阪から中原の県東京へ出て行っているんです。おかげでこんなに経済体力が弱くなりました。そしてもう一つ、東京に大阪に立ってあった本社機能がどんどん行ってしまいましたので、今じゃ昔は東京対大阪と言いましたけど、もや言えない。東京の3分の1、4分の1の体力しかない。これでいいのかということであります。我々はどうしてももう一度昔の輝きを取り戻したい。そして大阪らしい活気のある街を作りたい。そしてもう一つ大事なのは、大阪というのは庶民に優しい街であります。いろいろ困っている方、貧しい方も世の中におられます。そういった人に一番優しい手を差し伸べてきたのが大阪市の伝統であります。ところが今どうでしょう。維新の税のおかげでバッサバッサと補助金その他を切られすぎました。昨日から先月から3割も給料減らされた。この間天神橋のお船に乗せていただいたら、前で5人ほど楽器を持った40歳前後の方がおられました。楽器を弾いておりました。ご紹介いただきました。この人たちは大阪市の元私立の公共楽団の楽員です。今じゃ民間人であります。こうして演奏してお金を稼がなきゃならないんです。この人たちの将来はどうなんでしょうか。人生は狂ってしまうじゃないですか。そのようにいろいろな仕事に従事しての人生を変えすぎているんです。もっと優しい大阪にしなければなりません。そういうことが一番必要でございます。今日は我々のリーダーであります谷垣勘十郎が我々のために、この2人の応援のために今ここに駆けつけてきてくれます。どうぞお聞きになって、ぜひ大阪をもう一度元気な、そして何よりも人々に優しい街に変えていきましょう。どうぞよろしくお願いいたします。全大塚府連会長衆議院議員竹本直和でございます。皆さんありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。本日は自由民主党大阪府連国会議員団打ち揃いまして、柳本明、そして栗原貴子の応援に駆けつけております。こちらは衆議院第2区よりご選出いただいております佐藤明衆議院議員でございます。また19区よりご選出いただいております谷川智衆議院議員でございます。そして14区の宗教光一衆議院議員も応援に駆けつけていただいております。ありがとうございます。それでは13区よりご提出いただいております宗教光一衆議院議員も応援に来ていただきました。そして14区長尾隆衆議院議員も応援に来ていただいております。ありがとうございます。それでは大阪府連を代表いたしまして、大阪府連会長中山康秀衆議院議員より皆様にこの大阪ダブル選挙に向ける意気込みを語っていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。どうも皆さんこんにちは。こんにちは。南海ナンバー駅周辺にお集まりをいただきました皆様方に、大変秋の寒空、そしてまた雨の降りしきる中にも関わりませず、こうやって谷垣幹事長をお迎えをする中で、栗原貴子大阪府知事候補、また柳本明大阪市長候補、この2人の話を聞いてやろう、そんな思いでお詰めかけをいただきましたこと、自由民主党大阪府連を代表して心から感謝と御礼を申し上げたい、そのように思います。まずはありがとうございます。本当にありがとうございます。ありがとうございます。雨にも負けず風にも負けず、栗原候補、柳本候補、一生懸命頑張っているということをまずご報告したいと思います。そして投票日は22日でありますから、もう残すところ来週1週間しかない。この厳しい戦い、現職を相手に知事、そして地方の与党である維新を相手に、我々この大阪では
国と連携ができる唯一の政党の候補として栗原さん、柳本さん、一生懸命頑張っていただいている、皆さんの声援なくして彼らの頑張りはないということ、それが民主主義だということをまずは申し上げたい、そのように思います。そして何よりも皆さん朝起きて驚いたニュースが2つありましたね。一つは九州で鹿児島の沖で震度4の地震が起きて、朝から1メートルの津波がもしかしてまたあの数年前に起きた東日本大震災のような苦しみや悲しみ、辛い思い出を想起させるような事件や事故がまた起こるんではないかと大変心配をいたしておりました。それもつかの間、今度はフランスのパリから連続多発テロの報道がありました。安倍内閣では日本時間の午前7時3分パリの日本大使館を中心に現地対策本部を立ち上げて、そして日本の邦人保護のみならず、たくさんの海外を旅行される日本人の皆さん方の安全安心、それを勝ち取るために早速指導をいたしておりますことも、この場をお借りしてご報告を申し上げたい、そのように思います。お亡くなりになられた向こうの市民の皆様方の魂に対して心から哀悼の誠を表したい、そのように思います。このようなテロ、そして陰惨な事案、決して許すわけにはまいりません。そしてなぜあえてこのダブル戦のこの駅頭でこのように申し上げるか、それは他でもないんです。柳本明市長候補がいつも訴えているオリンピック・パラリンピックを5年後に控えるこの日本が東京だけの五輪にさせない、それが柳本さんの訴えです。大阪も5年後のオリンピック・パラリンピックの景気をちゃんと確実に景気浮揚の流れにつなげていく、これが柳本さんの訴えであります。そしてそのためにはマスターズといういわゆる元五輪で活躍してたそんな選手の人たちが集まって、高齢者の皆さん方と一緒になってこの大阪でスポーツをちゃんと根付かせよう、高齢者の輝くそんな社会を作ろう、そのために柳本候補一生懸命今から準備をしてくれています。そして同時にこの大阪、実は私たちの地元鶴橋、ここで新幹線事件といういわゆる私が今胸につけているブルーリボン、拉致被害者、この北朝鮮によって拉致された事件が実は鶴橋の地下鉄の駅の真横で起きていることを、どれだけの市民や府民の皆さんがご存知でしょうか。原忠明さんという方が北朝鮮の新幹線によって拉致をされた事件、テロ事件がこの大阪であったんです。今大阪の治安どんどんまだ見つけよう、カウントライブ性犯罪認知件数ワースト1、14犯罪認知件数ワースト1、緊急出動件数ワースト1、そして児童虐待、子どもたちを取り囲む児童虐待の相談件数も47都道府県で実はこの大阪がワースト1なんです。この厳しい大阪、治安も悪化する、そしてそういった事件や事故が絶えなかったら、そして税金が他の都道府県よりも法人税が高かったら、大阪から企業が他府県に流出しても無理がありません。この改革はしっかりと女性の唯一な候補栗原貴子さんにしっかりとやってもらうじゃありませんか。栗原さんは税理士公認会計士の資格を持っています。そして民間企業の東レという会社にも勤めてらっしゃいました。社会経験豊富、そして3人のお嬢さんを育てた希望玉母さん、自称ですけども、そのようにおっしゃってます。しっかりとこの栗原貴子さん府知事にして、そして柳本明さんを市長にして、そして今日ここに来てくれる自民党の代表谷垣貞和幹事長、そして昨日は内閣の要である萩生田光一官房副長官、そして稲田朋美政調会長も昨日は来てくれて、そして明日も明後日も閣僚がどんどんこの柳本明、そして栗原貴子両候補を応援しに来るっていうのは、この大阪の景気を上げる、
1億総活躍社会、このためにはまずはこの大阪から880万府民、270万市民を中心にこの1億総活躍社会の実現をやろうという党本部や安倍内閣の姿勢の表れではありませんか。しっかりと柳本さん、栗原さんが国と責任を持って今のこの大阪のねじれ現象をちゃんと征服してくれます。どうかそのことを私の方からお伝えをさせていただいて、今日のこの難波駅頭におきます自由民主党大阪府連を代表してのお訴え、そして感謝の言葉に変えさせていただきたい、そのように思います。なお皆さん、不在者投票はもう今日すぐできます。この難波駅で柳本さんの演説を聞いていただいて、しっかりした市長になる、そのように確信をしていただいたら、ぜひ清き一票を今から不在者投票で柳本さんに入れてください。そして栗原孝子さんにも入れてください。そして投票日には皆様方のお友達にもぜひともご宣伝をしていただきたい、そのように思う次第でございます。どうかよろしくお願いをして、私の訴えに返させていただきたい、そのように思います。どうぞよろしくお願いをします。ありがとうございました。ありがとうございました。頑張りましょう。ありがとうございました。ただいまは大阪府連会長高山康秀衆議院議員でございました。続きまして、大阪第2区よりご選出いただいております佐藤明衆議院議員より皆様にお伝えかけさせていただきます。どうも皆さんこんにちは。大阪2区の佐藤明と申します。高山府連会長、前外務副大臣、私は防衛の副大臣をしています。日本の外交防衛しっかりになってきたわけであります。しかし大阪の安全はどうなのか、先ほど中山府連会長おっしゃったように、残念なことですがワースト1があまりにも多すぎる。それは何か、実は大阪の警察増やしてきましたけれども、最近いい人が警察官になってくれないんです。そして学校の先生もそうです。学校の先生の倍率2倍ですよ。2人に1人が合格する。でも合格した人は3件行ってしまって、いい先生が来なくなってしまっている。実は今日ある保育所行きました。保育園行きました。保育園の先生方どうですか。いやー、維新になってからも大変なことになってしまっている。子供の世話をする先生方がもう持たなくなってきている。小学校行ってもそうです。小学校の先生方やる気がなくなってしまっている。教頭先生になりたい、校長先生になりたいという先生が今まで我々の先輩たくさんいました。今はなりたくないんです。教育環境が一時になって非常に悪くなった。先生方も耐えきれなくなってしまっているのが現状。そういう今の大阪市の大阪府の状況です。果たしてこれで大阪の10年後20年後、子どもたちがすくすくと育って立派な大阪を作ることができるんでしょうか。先生方が大阪で先生をやりたくない、そんな状況に作ってしまったのでは大阪の未来はありません。そして私、中山府連会長とともに公安議員連盟というのをやってます。常任幹事お互いにやって大阪の港をしっかりとやる。そこに国際コンテナたくさん持っていく。またクルーズ船大阪に来てもらう。クルーズ船が2000人から5000人の乗客が来るわけです。ところがその公安議連で4日前に我々は財務省へ行きました。予算をつけてくれ、税制優遇してくれ、そして大阪の港をしっかりやっていきたい、こういうことで公安議連が77公安施設の人たちと一緒に行ったんですが、そこに我が大阪の公安の人たちはいないんです。我々公安を神戸港とともに阪神港と言いますが、それが発展することが関西いや西日本の発展につながる、人物金全部集まる、そういう港、
空港をしっかり整備することが我々国会議員の仕事であり、市長さんの仕事であり、知事さんの仕事なんです。それなのに大阪市、大阪府はその港湾の協議会に入ってこない。なぜって聞いたんです。どうも会費の問題がもったいないという話であります。そういう情けない、将来の投資をしなきゃならない、教育もそして経済もしっかりやっていかなきゃならないのに、今の真の政治はそれを何もせずにこうやってきた。だから先ほど竹本前会長が言われたように、大阪の個人所得はどんどん下がりっぱなし、企業は全然行きっぱなしであります。そういうためにもこの度の選挙、市長には柳本明、知事には栗原孝子、どうか皆さんのお力で果たしてまともな大阪を作っていただきたいと思います。ただいま谷垣幹事長がお越しになりました。大きな拍手でお迎えください。ありがとうございます。わざわざこうやって東北を挙げてこの2人のために谷垣幹事長をお越しになりました。それでは私の挨拶を終わります。どうもありがとうございます。ただいま自由民主党東北部より谷垣定和幹事長が栗原孝子、柳本明の応援に駆けつけていただきました。それでは早速ご挨拶いただきます。どうぞよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。こんにちは。ただいまご紹介いただきました自民党幹事長の谷垣定和です。今日は雨模様の中を私たちの主張に耳を傾けていただきまして、まず心から御礼を申し上げます。そして大阪の問題に入る前に、今日朝起きたらショッキングなニュースがフランスから飛び込んでまいりました。大きなテロ事件が発生して150人以上の方が亡くなったということです。まだまだ平和で安全な地域を作る、社会を作る、我々のこの世界は大きな問題に直面しているな、考えざるを得ません。私たちは国際的ないろいろなこの連携をさらに深めて、皆さんが安心して安全に暮らせるような社会を作っていく、そのために全力を挙げて努力をするということを改めてお誓いを申し上げたいと思います。そして大阪の知事選挙、市長選挙、いよいよあと1週間、11月22日は投票日です。この大阪のダブル選挙、日本中が注目しております。私も隣の京都の国会議員ですけれども、京都からも熱い眼差しでこの2つの選挙を見つめております。それで私たちは知事候補にはここにおられる栗原孝子さん、市会議員として活躍し、あるいは公認会計士として多くの中小企業の相談に乗ってきたこの栗原さんを府知事候補として自信を持って推薦を申し上げております。そして市長候補にはここにおられる柳本明さん、今年の5月のあの住民投票の時には自民党市会議員団のエースとして先頭に立って、大阪市を潰すようなことはまかりならん、こういう戦いの先頭に立たれました。この柳本さんを私どもは市長候補としてこれまた自信を持って推薦を申し上げております。この間お二人に東京に来ていただきまして、安倍総理総裁から直接推薦状をお渡しし、お二人に必ず勝ったよという熱い激励を安倍さんからしていただきました。私は自民党本部の責任者としてこの2つの選挙必ず勝たなければならない、党本部としても全力を挙げて取り組まなければならないということで、今日こうしてこの場に立たせていただいているわけです。で、今回の選挙本当に大事な選挙です。私が隣の京都選出の代議士として
一番皆さんにお伝えしたいのは、ぜひぜひ大阪の知事さんは、そして大阪市の市長さんは、大阪のリーダーだけじゃないんだ。大阪市長は、大阪の知事は、関西全体のリーダーなんだ、西日本全体のリーダーなんだ、こういう大事な立場に立っていただかなきゃなりません。こういう意識で大阪だけではなくて西日本全体を引っ張っていただかなきゃならない。今までの対立の中でパフォーマンスをするような、それだけの姿勢であり、あるいは不正であったらそれはできないんだ。ぜひともこの2人を知事にし、そして市長にすることによって、西日本全体の活力を高めてください。そのことをお願いしたくて参りました。柳本さんは先ほど申し上げたように、あの5月の住民投票で先頭に立って苦労されました。25歳で最年少で市会議員になって、そして今41歳、大阪市のために本当に大阪の庶民感情から大阪の問題点全てご存知の方です。私はね、今日一番申し上げたいのは、もう大阪市を廃止しようっていう都構想は5月の住民投票で勝負がついたんだ、もう終わったんだ、こういうことを申し上げたいと思います。政治というのは住民投票あるいは選挙、こういうことで一つ一つけじめをつけ、結論をつけて先に進んでいかなければ進歩がないんです。一度失敗した都構想をもう一度バージョンアップしてやるんだなっていうことは、どこを考えたらそういうセリフが出てくるのかなと私は思います。もう大阪都構想には終止符を打って、そして柳本さんにやってもらいたいのは、敵を作って敵を攻撃して、そしてやっていくような政治だけではもう大阪は発展しません。大阪の市民が、大阪の府民が、なるほど、大阪を良くするためにはこういうことをしなければならないな、みんなで共通の意識を持って進んでいけるようなところをもっともっと前に出していかなければならないと思います。福祉の問題であれ、教育の問題であれ、あるいはこれからのインフラの投資の問題であれ、みんなそうなんです。柳本さんは若い頃から大阪の市議会で頑張ってこられて、その辺の勘どころは全て分かっている。だから頑張ってもらいたい、勝ってもらわなきゃいけない、私は思うんです。そして栗原さんは府会議員であると同時に公認会計士、大阪はですね、大阪の企業は 98% 以上が中小企業、零細企業です。そういうところのいろんな情報を見ながら相談に乗って、その大阪の企業が何に苦しみ、どういうふうにしたいのかということをよくご存知の方です。それだけじゃないんですね。栗原さんは3人のお子さんのお母さんとして子育ても頑張ってこられた。だから福祉や教育というものがいかに市民生活に必要なかということもよく分かっておられる。こういう方に頑張ってですね、大阪の庶民に寄り添った政治をしていただかなきゃならないと思う。この方はそういう公認会計士の出身ですから数字に明るい。しかし今大阪府の経済は大変な、財政は大変なところに来てる。大阪ほどのもともと全国の経済の中心地ではかつてはあった。その大阪府が自分の判断では借金もできなくなって、国の許可を受けなければあんたのような財政が危ういところは借金をしてはいけないということに平成24年からなってしまった。これは一体何でそうなったの。やっぱり大阪のいろんな人たちの気持ちに寄り添って、大阪の将来を見据えて着実に投資を進めていくというようなことを怠ってきたからだと私は思います。
私は与党の幹事長ですから、いろんな地域の知事さんや市長さんから自分の町を元気にするために、自分の都道府県を元気にするためにこういうことをやりたいんだけど国もバックアップせよ、こういう話は山ほど聞きました。だけれども大阪の今の知事さん、市長さんからはそういう話はほとんど聞いたことがありませんよ。皆さん、北陸新幹線が東京からずっと長野を通って金沢まで来たことはご存知ですよね。それで金沢は今大変にぎわってます。それは喜ばしいことです。しかしお隣の京都で選挙をやっている私、大阪の皆さんもそうでしょう。北陸とはこの関西地域は長い縁があって、経済や何かも一緒になってやってきた。皆さんの中にはルーツは北陸だという方も大阪にはたくさんいらっしゃると思います。ところがこのままほっといて大阪まで北陸新幹線がいつになったら来るかわからないという、こういう状態であれば北陸はどん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 東京に引っ張られていってしまいます。それは関西の地盤沈下も意味するんです。どうやったらこの北陸新幹線を京都を通し早く大阪まで持ってくるのか、それを大阪はどう考えているのか、私は今の市長さんからも知事さんからも一度もそういう話を聞いたことはありません。大阪の将来を考えて地道に投資をし、地道に物事を進めていこうという政治をもう一回作り直さなければいけないと私は思います。栗原孝子さんは大阪の中小や零細企業の気持ちに沿いながら今まで政治をやってきた、赤いスーツを着た肝っ玉母さんとして必ずそれをやり遂げてくださる。私は自信を持ってこのことを皆さんに申し上げたいと思います。どうぞもうあと1週間です。必ず勝たなければなりません。知事には栗原孝子さん、そして市長には柳本明さん、必ず勝たせていただきますように。そして大阪のリーダーというだけではなくて、関西全体の、西日本全体のリーダーとしてみんなでスクラムを組んでいけるような政治をぜひこのお二人にやらせてください。心からお願いを申し上げまして、私のお訴えといたします。ご清聴ありがとうございました。ただいまは自由民主党幹事長谷垣忠和衆議院でございました。ありがとうございました。栗原孝子、柳本明と自由民主党一丸となりまして全国の組織が応援をしたいたしております。どうか皆様の温かきご支援ご支持を11月22日にはお寄せいただきますようにお願いを申し上げます。それではお待たせをいたしました。大阪を最も愛する候補者、柳本明大阪市長候補より皆様に御訴えかけをさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。大阪市長候補の柳本明でございます。南波駅周辺お集まりをいただきました皆さん、そしてご通行中の皆さん、いよいよ11月22日が迫ってまいりました。栗原孝子、府知事候補ともどもに柳本明決死の覚悟で勝ち抜いてまいります。どうか皆様方の最終最後までの温かいご支援をよろしくお願いを申し上げます。まっとうな大阪を、そして真面目な大阪を目指す栗原孝子と柳本明でございますが、私柳本明の真面目な政治の師匠でもあります、お手本でもあります、谷垣幹事長に本日はお越しをいただきまして、自民党一本でこの戦いを続けているんだということを皆様方にもお分かりをいただけたのではないでしょうか。私たちは
まさにこの国を、そして大阪を経済を中心として発展をさせていかなければならないという思いで今回の大阪ダブル選挙を戦っております。5月の17日には住民投票がありました。賛否拮抗する中ではありましたが、私が生まれ育った愛する大阪市が残ることが決まりました。本当にありがたいという気持ちでいっぱいでありましたが、賛否拮抗する中で複雑な思いもありました。大阪市は残りましたが、まだまだ大阪における課題がある中で、私は5月の17日の結果に対し笑みを浮かべることができませんでした。危機意識を持って、そして大阪の発展を願うがゆえに、まだまだ解決しなければならない課題がここ大阪にはあるんです。単身の世帯が増え、そして一人暮らしの方が増え、人口減少時代になって核家族化が進んでおります。そういった中で空き店舗や空き家が増えて、今こそ経済の再生を目指していかなければなりません。そういった中で、これまでの緊縮的なカットカットという財政状況によって、本当に必要なところに必要な予算が使われているのか、使われた予算が有効なのか、そういう検証がなされないままに、独善的なトップダウン、上から目線で行われる政治に対して、今こそ終止符を打って転換を図っていかなければならない今この時ではないでしょうか。皆さん、住民投票の際に二重行政だという話がありました。私たちは確かに行政の無駄はなくしていかなければならないと思っております。しかしながら、二重行政とは一体何か、その定義さえはっきりさせない状況の中で、無駄だ無駄だと言い続けたこの間、本当の無駄とは何でしょうか。府立体育館と市立体育館、大阪市内には2つありますよ。府立の中央体育館が難波にあって、市立の中央体育館が港区にあります。しかしながら、難波の府立の体育館はバレーボールや大相撲やボクシング、工業用を中心に使われて、そして市立の中央体育館港区にあるやつは市民利用が盛んで、ともどもに稼働率が高いんです。これって本当に無駄ですか。一つにしてしまっていいんでしょうか。病院や大学や2つあれば漏れなく無駄だというように断じてしまうことこそ、市民の皆様方の、府民の皆様方の意見を、状況を把握しないデタラメな判断だと言わなければならないのではないでしょうか。皆さん、本当の無駄とは何か、それを検証するためには、地域の皆さんと財界の皆さんといろんな方と対話を持ってこそ、その無駄かどうかの判断ができるんです。喧嘩ばっかりはうんざりです。対立するから結果的に無駄が生まれてしまうんです。その最たる例が大阪都構想の議論、先ほど谷垣幹事長からも、もう終止符を打たなければならないというふうに言われた、その都構想議論の中で30数億のお金がかかったんです。これをまたぞろやろうなんて、これこそ行政の無駄ではないですか。もしバージョンアップしてまたぞろやるというのであれば、自ら考えればいいんです。税金使う必要なんてないんですよ。私、柳本明は経済を強く、都市を強くしていきます。そしてその礎のもと、市民の皆様方の一人一人の暮らしの安心と安全を導いていきます。270万人総活躍、アベノミクスの地方創生の流れを受けて、大阪市民はじめ事業市民の方々が全員活躍するような、そんな社会参加促進の動きを柳本明は実現します。年配の方々をはじめ、働き盛りの方々、子育て層の若い世代の方々も、そして子どもたちも青少年も、障害者の方々も、積極的に社会参加を果たしながら、それぞれが活躍するような、そんな仕掛けを大阪市行政がしっかり仕組みを作って、その上で経済、地域経済もろとも活性化させる、それが柳本明の使命であります。中小企業の大阪を皆様方の力で、今一度一人一人が主役の街へと活動してまいりましょう。どうか皆様方の最終最後までのご支援を、府知事には栗原貴子、市長には大阪市生まれ大阪人たち唯一の市長候補者、
大阪市のことを誰よりも愛し、誰よりも知ってる柳本明と皆様方の貴重な一票、この声が皆様方のところに響いたならば、一緒に新しい大阪を作ってまいりましょう。柳本明、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ただいまは大阪市長候補柳本明からのお伺いでございました。続きまして大阪の下田の母さん、大阪府知事候補栗原貴人に皆様にお伺いをさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ご紹介いただきました大阪府知事候補の栗原貴人でございます。雨の中こうして立ち止まっていただきまして本当にありがとうございます。いよいよ選挙戦も終盤戦、後半戦に入ってまいりました。私も立候補を決意した時には何も家中の栗を拾わんでもええのにと言われたこともございますけど、そんなことはないんです。誰かが拾わないといけないんですよ、この家中の栗。誰かがこの大阪必ず変えないといけないんですよ。出ないと私たちの大阪が本当にダメになってしまいます。真面目に大阪、真っ当な大阪、なんでこんな大きな選挙の標語にキャンペーン、言葉に私や柳本さんがこんな当たり前のことを書かなかったらいけなかったのか。普通はね、選挙のポスターに書いてある言葉、例えば経済再生とか財政再建とか子育て日本一とかそんなん書きますよね。でも私たちは、私は栗原は真面目に大阪、柳本さんは真っ当な大阪、それだけこの間の大阪が真面目じゃなかったんです。真っ当じゃなかったんですよ。当たり前のことにきちんと予算をつけて、当たり前のことを、区民の命を守る、市民の暮らしを守る、そんな当たり前のことができていなかった。それがこの間の大阪だったんです。不真面目で真っ当じゃなかった、そんな大阪だったんです。私たちの命を守る施策、河川を整備したり道路を整備したり、医療にきちんとお金をかけたり、治安対策、子どもたちのための予算、そんなものを削って、あるいは中小企業のための予算、暮らしを守る、きちんと雇用の場を確保する、そんなための予算、そんな当たり前の予算をどん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 削っていって、じゃあこの間の大阪では一体その私たちのためのお金を一体何に使ってきたのか。例えば都構想ですよ。さっき柳本さんもおっしゃってました、都構想にかけたお金が37億円。本当だったら私たちの暮らしのために使わなければいけなかったはずの37億円、これ使ってなんか私らの暮らし良くなったんでしょうか。なってません。そもそも二重行政って一体何やったんでしょうか。例えば愛知県の首都、二重行政があるから名古屋なんか潰してしまえとか、北海道の人が二重行政があるから北海道が発展できへんねん、札幌市が悪いんや、札幌市潰してしまえとか、そんなん言うたん聞いたことありません。大阪だけです。そんなデカラメなしょうもない性泥に37億円もかけてドブに捨ててきたのは、私は知事になったらこんな無駄遣い一切許しません。他にも何か思いついたままに、これが欲しい、これにお金かけよう、これにお金かけよう、本当に私たちの暮らしにとって必要な予算を改革や改革やという名前でどん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 削った挙句に、ビルを買ってみたり、なんかしょうもないことばっかりしてたんですよ。その買ったビル83億円ですよ、まだ使ってます。庁舎2つ持って、なんでこれが二重業者制じゃないんでしょうね。不思議でしかありません。私はこんな無駄遣い一切やめさせます。公認会計士、税理士として数字には強いです。数字は嘘をつきません。栗原貴子も嘘はつきません。
この間の大阪、そうやって一番大事な予算がどん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 削られて、そのせいで大阪がどん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 悪くなっています。大阪経済も疲弊している、府民の所得は低下している、企業が大阪から出てってしまう、そのせいで税収も上がらない、だから借金が増えていく。先ほど谷垣幹事長もおっしゃってました、本当に大阪府今借金もまともにできない団体になってるんですよ。私はこの大阪府の お金の使い道、当たり前のことにきちんと真面目にみんな議論して大阪府のことは決めていくんですよ。リーダーは1人であろうが2人であろうが3人であろうがいいんです。要は880万人でしっかり話し合って方向性は決めていくんです。皆さんが選んでいただいた議会の代表者ときちんと話をして真面目に議論をして決めていくんですよ。一人のリーダーが決めたことをあとは誰も文句を言わずについてこい、そんなもん民主主義じゃなくても何でもありません。私たちは真面目に大阪のために何がいいのか、私は大阪府のリーダーに立候補している人間です。でも私は自分が 100% 自分の考えることだけが 100% 正しい、私の違う意見を持っているものは全部間違ってるだなんて、そんな傲慢なことは絶対に思えません。そんな恐ろしいことは到底考えられません。だからこそみんなと話し合ってみんなと協調しながら、もちろん柳本さん大阪市ともしっかり連携して、堺市とも私の地元の豊中市とも府内の全ての市町村と連携をするんです。協調するんです。対立では何も前には進まないんです。あいつが悪いからあかんねや、こいつが悪いからあかんねや、それでは大阪は前には進めません。私はまずはこの大阪、先ほど申し上げたようなしょうもないお金の使い方は一切やめさせます。そしてそのお金でまず大阪の経済を強くしたいです。疲弊しきってしまったこの大阪、かつては小都大阪と言われたこの大阪、削られてしまった中小企業のための予算、あるいは停滞してしまったインフラ整備、道路整備、河川や港湾や人の命を守る施策、そういうのをきっちりと当たり前のことを地道に着実にやっていくことで、ちゃんと企業は戻ってきてくれるんです。企業が儲けてくれるんです。そしたら雇用の場所も生まれるんです。働く場所ができるんです。みんなに儲けてもらって、まずは大阪の企業に、大阪の府民の皆さんに稼いでいただく、働いていただく、儲けていただく、そして税金も払っていただく、その税金で医療とか福祉とかインフラ整備、治安対策、子育て、教育、当たり前のこと、当たり前のことなんですよ。当たり前のことにきっちりと着実に予算をつけて、そして先ほど谷垣幹事長もおっしゃっていただきました、大阪だけではないんです。谷垣幹事長の京都府も福井県も奈良県も和歌山県も兵庫県も滋賀県もみんなで一つになって北陸新幹線引っ張っていきましょうよ、大阪に。そしてこの大阪を中心に近畿圏リニアも引っ張っていきましょうよ、名古屋と一緒に。一人ではできないんです。私と柳本さんだからできるんです。近畿が一つ、そして東京と相対峙して、国と大阪府と府内市町村すべて、そしてオール近畿、オール西日本で東京に対峙できる、そんな大阪、大都市、輝く大阪、大阪のすべての地域が輝く、そんな大阪を作っていこうじゃないですか。ぜひとも11月22日が投票日ですけれども、毎日が投票日です。期日前投票毎日やってます。ぜひ大阪の新しいリーダーには、知事には私栗原貴子、そして市長にはぜひ柳本明さん、2人揃って
して勝たせてください、当選させてください、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。頑張ってまいります。ありがとうございます。ただいまは大阪府知事候補栗原貴子より皆様へのお見解でございました。これからも自由民主党一丸となりまして、このダブル選挙後半戦戦ってまいります。皆様の力強いご支援を自由民主党また両候補へとお寄せいただきますようにお願いを申し上げます。本日は大阪府が選挙区より、数多くの国会に応援に駆けつけております。大阪第18期よりご面接いただいております、神谷と神谷に上る衆議院議員でございます。また大阪10区よりは大隈和秀衆議院議員、応援に駆けつけてくださいました。ありがとうございました。投票日は11月の22日いい夫婦の日でございます。力強く大阪を引っ張る大阪市長候補柳本明と、優しく皆さんに寄り添う優しい大阪を作りたい栗原貴子大阪府知事候補、皆さんの力で皆さんの一票をお寄せいただきまして、必ずや勝利に結びつけていただきたいとお願いを申し上げまして、こちらナンバー1と1局をお借りしましての街頭演説会を終了させていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。どうぞよろしくお願いいたします。